はい、えー、それじゃ始めます皆さんこんにちはレ e c 東京リガルマインド専任講師の松浦です、えー、それではこれから2018年、えー、本試験公表解説国家一般職を始めますさあ皆さん、えー、どうもお国家一般職の試験お疲れ様でした、えー、皆さんの方からあ出していただいたあ成績診断データをもとにですね、えー、今年のおせあの国家公務員 一般職の一次試験のまああの行方をねちょっと見ながら行こうと思います。まあおそらくおそあの皆さんが一番関心があるのが昨年に比べて一次合格推計ラインが上がるのか下がるのかっていうところだと思いますので、まあ手,手取り早くそこからまず話しちゃいましょう。えー、それではあこちらの方にちょっと書いていきますね。はい。 まず、ですね、あのー、平均点ですね、素点平均、平均点が、えーえー、専門教養それぞれですけれども、教養が教養、基礎能力支援です。 えー、基礎能力試験が、えー、昨年、えー、2017年、えー、こちらが、えー、23.2点でしたでそれが、えー、本年度ですね、えー、マイナスになってます21.8、えー、マイナス1.4ですねこれはまあ受験された方 あの当然あの、感じられていると思いますけど数的処理ですね数的処理が超難化しましたのでその分だけ下がっていると考えていいと思います。で一方で専門試験法律、経済、政治、行政ですねでこちらの方があ平成、2017年が25.5だったのがこれはですねあの上がっています、えー、25.8ですね。 つまりプラスこちらあの昨年ちょっと難しくなったあの行政法だったりとかあとあのミクロ経済だったりとか、えー、主要科目ちょっと簡単になっておりますので,でその分だけ上がってるっていうことです。またト,トータルでいうと若干あの下がったってことなら全体の平均点からすると、えー、下がってる。専専門門が2倍倍としてもですねそののの方の専門 1> 1. 上がってるだけなので、まあ、それに比べると共用の下がり方がですねちょっと大きいので,でそうするとあのまずあの全体として下がってるわけですから、えー、昨年のボーダーラインを取れてる人はあの今年はまず一時突破確実って考えていいんじゃないでしょうかねでそうすると昨年のボーダーは出てますんで,でそれはちょっとここで紹介していきます。だから あの、これを取れてれば、今年は絶対大丈夫ってことですよ。これに比べると、今年一点下がるか、下がらないかってところなんじゃないかなと思います。で、まず、えっ、ー、と、昨年ですよ、これ。昨年のボーダーです。ここから、今年は、あの、全体で一点下がるかどうかってところですね。昨年のボーダーが。えー、あのー、これ、標準点換算しなきゃいけないので、複雑な計算問題になってくるので。えー、中心。付近の点数で、例示します。 まず。北海道地区これそうですね。あの教養20点とします。教養20点取った場合、専門何点で受かってるかっていう出し方を出していきます。そうすると教養の点数が変わってくるとだいぶ変わってくるんですけど、まあだいたい2回寄ったね。数字でちょっと出していただければ。えー 以下全部共用20点とします。そうすると北海道地区の場合が、えっと、17点でかかっているんですよね低いですよねちょっと前に比べるとかなり下がっています、えー、それから東北こちらが共用20点のラインだと,、えー、とこちらちょっと上がって20点取らないとダメまあ2倍配点だから、えー、20×2 で40の40足す、えー、20で傾斜60ってやつですよねいわゆるね。 はいえー、それから関東甲信越、これはまあ例年、ここ数年は傾斜70ですからだから、えーと、教養20だと専門家25とですよね、25に倍すると50で50と20だすの70ですから傾斜70、ねえー、それから、えー、東海、北陸。 東海,北陸東海北陸は共用、えー、20, 20のラインだと専門が24で昨年は受かっていたとで近畿がねあの一昔前はすごい高くてこれ傾斜80ぐらいだったんですけどそれが今年はまあみるみる落っこってるとかなり顕著に落っこってますよね。教養20で、えー、専門が26かな 関東よりは若干高いですけれどもそれでも傾斜72になりますかねそれから中国中国が教養20で専門外23と、ね、それで四国四国が教養20の時に専門23中国と一緒です。 えそれでえと九州九州が教養20の時に専門が24とで最後は沖縄沖縄が教養20で専門が22とこういう感じですねあの専門2倍配点ですからねこういう感じで関東を受ける人は経営者70専門を2倍 かける2ででにして足すと20で70とねここ数年の一時突破ラインであんまり変わってませんが今年はもしかしたらこれ全体的にですよ全体的に一点下がるか下がらないかっていうところで、まあ、あの各地区これぐらい取れてればまずあの合格って考えていいんじゃないでしょうか意外と低いですよね昔一昔前に比べるとだいぶ低くなっていうことで。はい えー、それじゃあちょっと中身のところにいきましょうはいえー、とまず教養試験、えー、これの、えー、知,知能分野ですけど、えー、知能分野で、えー、顕著な特徴として数的の難化ですよねまず。なぜ教養の点数が下がったかっていうと数的の難化です。<laughs> 数的処理が全体的になんかあ。ちなみにあのちょうどこのビデオを収録している。この日の今日の。昼に発表されましたけど、えー、基礎能力試験で一問没問がありましたよね。ナンバー20のあのバッターの問題で、今年はなんかあの冗談めかしてね。あのバッター。バ バターの問題とバターの問題が難しかったとかねみんな言ってますけどあのバターの問題は、ね、資料解釈のバターの流通ルートの問題ですけどもあれもかなり難しかったですけどバターの問題もね我々解こうと思っても答え出ないなと思ったら没問だったんですね。でえっ、ー、とそうすると、えー、判断推理数的推理。 これは昨年60%正答率の問題が4問だったのに今年は3問とで40%以上これが昨年は6問だったのが今年は4問とで逆に40%未満がですね昨年3問だったのが今年6問,6問と2倍になってるんですよねかなり難しくなってますよね。でこの中で特に先ほどのあれですよね えー、バッターの問題ですかとかねあの図形でもなんか変な軌跡の問題出てますよねあの立体図形の問題は超簡単なんですけど軌跡の問題がちょっとよくわかんなかったですよねあれもね確かにそれからあの資料解釈でバッターの流通ルートの問題出ててで資料解釈全体的に言うとあの昨年 a あの 正答率60%以上の問題一問に正答率40%以上の問題二問だったんですけど、今年はそれがあの正答率40%未満の問題が三問になっちゃってます。だからかなり難化してますよね。で数的処理難化と、それからしゃ社会科学は例年並みです。社会科学は。 あの問題としてはそんなに優しくなかったような気がするんですけどあのレックの社会科学の本にじゃ出てるのかっていったらあの。 ズバリたぶ、ね、ん選択肢のところで、えー、これが正解っていうか分かったんじゃないかと思うんですよね。皆さんあ,のあと、まあ、クローンとかヒトゲノムとか e ガバメントとかあのそこの辺は、まあ、常識の問題として知っていたっていうのがあると思うあとまあ選択肢があの間違いの選択肢が明らかにあの間違えたってことがはっきりしていたので、えー、あまり見慣れない問題である割には例年並みの正当率。 あと時事ですね時事がなんかオーソドックスな問題で出てて、えー、ちょっと若干簡単になってますなんかあの言い方はいいですけど速攻の知事でも解けそうという人がみんな言ってますけど私言ったんじゃないですよ速攻の知事で普通あまり骨盤の問題は解けないんですけどそれが解けそうみたいなね、えー、それから人文科学なんですけど人文科学はあの人文科学担当の森さんの話によると世界史、えー まあ以外はいいけんんじゃないかって言ってるんですけどでも見てみると日本史じゃなくて文芸が出てますよね。文芸の中でも坪内翔陽とか、あのー、これ作品名がかなり細かく消えてるから文芸の中でも結構細かいんじゃないかと。それからあの確かにまあ世界史はあのー、戦後史社会科学に近いような問題が出てますよね。でちょっと微ィラン化してちょ,っとちょっと正当率は若干は落ちてます。人、えー、文科学 昨年60%以上の正答率の問題が2問あったのが今年は1問しか出てないしあの昨年40%未満の正答率の問題が1問しかなかったのが今年は3問40%未満になっているので、えー、人文科学は難化していいるととうことですね、はい、それから、えー、と自然科学あの自然科学は例年並みなんですけれどもあのここ数年でやはり定着した傾向としてはまあ テーマスターに一応一応乗ってはいるんですけど、そんなにこう大々的に目立つように書かれてないんですよね。だから割と a 型気質っていうか、あの細かいところが気になる人まんべんなくやってる人が、結局は最近は自然科学が取れてるっていうことですよね。まあ、知ってれば解けるんだけど、知らないとまあ、生物ぐらいは？ 生物は定番でしたけど、科学の有機化合物だったりとかその物理の半減期だったりとか一応書いてはありますけどちょっとあの読み飛ばしちゃうところですよね。ははい、い、えー、については以上です。ということでだいたい細かい話をすると数的処理のほかに人文科学が難関に若干拍車をかけていて平均点が下がったのではないかと思います。 一方で専門科目はわずかですけど生かしていると簡単になっているでまずはあの憲法と行政法ですかね憲法はあのほぼ横ばいなんですけど行政法が昨年すごい難しい問題出たんですでその割に今年はあの簡単になっていると思いますだからちょっと難化した去年からまた元に戻った感じですかね えー、それから、えー、と民法は一問にも,も、まあ、両方ともお昨年レベルとで民法には予想通り家族法は親族相続親族相続ときて相続が出てますし、えー、内容もおレックのテキストとか講義とか利用していれば解けるレベルですね。いうことです。それから、あのー、経済がね経済のミクロが特にだいぶ基本的な問題が出ています。 ですからあの経済なかなか大変だと思うんですけどやはりあの国税専門官とか国家一般職で経済を切るとやはり厳しいんじゃないかなとこれぐらい基本的な問題が出てくるとちょっと我慢してできるところだけできるようにしておけば経済でかなり得点ができるんですよねということです。っていうことです。でこれもやはりその先ほどの行政法とミクロ経済の以下、えー、これがやはり、えー、平均点0.3アップ。 ですかえー、これの,あの主たある要因になっていると思います。それからもう一つが学系なんですよね学系がですねあの選択率高いにもかかわらず正党率の低い政治学っていうのがあるんですけどあの政治学依然として難しいです。だから難しいとは言ってもあの政界史はねあの割と有名な人の名前が掛かってるしただ まあ、全体としてあの4割切ってるっていうことはそれでもね政党率が上がってるんですよ政治学が。だからあその専門科目の0.3アップっていうのは実際一番大きかったのはあのこの政治学ですね政治学の正党率が上がった。ただまあ,あのこれ聞いてる方の中で来年ね受ける人の中でじゃ政治学がおすすめかって言ったら。 あ4割切ってる4割ぐらいかなですからそんな超お勧すすめってわけじゃないんですよ。ねはいえー、それからあの行政学は普通6割ぐらいですね、えー、全体としてで社会学は簡単になりましたまたこれも、えー、8割ですね。 社会学はここ数年、えー、難易度が安定していて、わ、え、り、ー、とこれは選択すべき科目だと言われている。まあ、ただ社会学はその出題される試験種が特別区とか国家一般職とか神奈川県庁とかね、一部の。 地,方地方上級試験で限られちゃうのでちょっと難しいところではあるんですけど、まあ、カタカナの人の名前とか覚えるのが苦にならなければ、えー、一応ねまた依然として社会学はあお得な科目ってことになると思います。あとはあの社会学と同じように生かしているのがその簡単になってきてるのが今年の場合ですけどね、えー、英語の基礎と財政学です、ねえー、があ社会学同様、まあ、8割近くで簡単になってきていて。 これら総合して0.3アップの要因になっていると思われます,です、ね。あと,、えー、と国家一般職はあの専門と基礎能力の択一試験だけで合否が判定されます。で皆さんが一次試験で書かれた共有論文は一次試験の突破には関係ないんですけどちょっとお話ししときますと。あの 一昨年まで2016年までは割と言語の機能とか食育だったりとかつかみどころのない問題が出てたんですけども昨年2017年からねいきなりなんか観光とかドストライクなテーマが出る,出るようになったと思ったら今年もやはりその傾向が踏襲されてレックの公表では難易度 B とかになってるんですけどこれ A でしょうね超 A ですよね。労働力… 人口減少社会で、えー、と1ページ目のグラフがあの社会学でも教養論文でも、えー、時事でもやる M 字カーブですね女性のねこれが出てますからあの労働人口減少社会っていう背景で、まあ、簡単に言うと例えばあのダイバーシティマネジメントですね共生社会ですよねでそういったことを書いていく問題だったんじゃないでしょうか。 でこれはあのちょっとでも教養論文とか知事とか勉強した人だったらこの、まあ、グラフの意味が分かんない人はいないと思いますんで、えーまあ、絶対言ってる科目で、まあ、ただまあ,あの国会一般職の教養論文はね教養論文じゃあのこう合否がすごく分かれるってことはなくてここの問題文に、えー、いわゆる 論文マスターで言うと論点抽出部ですよね。文、えー、節で区切ってアンダーライン引いて一つ一つの言葉に対して答えてないところがなかったら中身がいいか悪いかっていうことを抜きに、ね、合格点はつきますのでそこはまあ心配ないと思います。こでこの「教論文」は2次で面接と合わせて2次試験の、ねえー、合否に使われるということ、ね、だから1次とは関係ありませんということです。 はい、えー、ということで、えー、簡単な話ではありますけれどもお、今日お伝えしたいことは以上ですので、えー、これで2018年本試験、えー、公表解説、国家一般職を終了いたします。お疲れ様でした